宮崎大学のマルチメディアスタジオからお伝えする元気通信。今回は子育て中のお母さんに送ります。テーマは褒めて育てよう。毎日の家事に追われてバタバタ、それどころじゃないんですという方も多いのではないでしょうか。宮崎市内のお母さんからはこんな意見が聞かれました。なかなか褒めることができない、どうやって褒めたらいいのかわからない、自分に余裕がないんですなどなど。褒めて育てるのがいいと知っていても実践するのはなかなか難しい。今回はペアレントトレーニングの研究を進めている宮崎大学教育文化学部の辰本慎先生に伺います。よろしくお願いします。お願いします。お子さんは褒められると嬉しくなります。望ましい行動をした時に褒められて嬉しい気持ちが伴うと、その行動をしっかりと学習することができます。今回は2歳から小学校低学年ぐらいのお子さんを対象にしたペアレントトレーニングというプログラムの中で中心になっている褒め方のポイントをお伝えします。では早速ですが、片付けをした子供を褒めるとき、こんな褒め方はどうでしょう。えらいね、よくできたね。先生いかがですか。お母さんがただえらいねと褒めただけだと、お子さんは今やっていた行動の何が良かったのかがわからない、片付けが良かったのか、おもちゃ遊びしていたのが良かったのか、お片付けができて偉いねというふうに行動を指して言うと、お子さんは誤解せずにお片付けとお母さんの褒め言葉を結びつけることができます。つまりお子さんがその行動を学ぶことができるのです。では一つ目のポイントは具体的に褒めるということですね。他にもこんなことありませんか。今子供が良いことをやっている、後で褒めようと思っている間に子供の気が変わってやめてしまい褒め損なってしまう。はい、二つ目のポイントは気がついたらすぐに褒めるということです。例えばお片付けの時も全部終わってから褒めるお母さんは多いものです。しかしまずは片付けを始めた時点で褒める、途中でも褒める、やり終わったらもっと褒めるというふうに褒めてあげると、お子さんは嬉しくなりますからますます頑張っちゃいます。褒め言葉でお子さんうまくいくようにリードしてあげるのです。そしてさらに気をつけたいポイントがあるんですよね。はい、でもという言葉を褒めた直後につけるっていうのをやめた方がいいと思います、うん、つまり否定をしないということです。こんなこと心当たりありませんか。片付けできて偉いね、でももっと早くやったらよかったのにね。これでも言ってしまいがちですよね。自分では褒めたつもりでもこれを言ってしまったら台無しです。お子さん褒められたと思っても次の瞬間に叱られた感覚しか残らずに感情の落差が起きてしまいます。せっかく花丸行動をやったのに叱られたっていう気になってしまうんですね。これ癖になっているお母さんも気がついた時にクッと止めることが大事です。でもを言わずにいられたら自分で自分を褒めてあげましょう。3つのポイントよくわかりましたが、毎回ポイントを押さえて上手に褒めるというのはなかなか難しいですよね。毎回毎回完璧に褒めなさいということではありません、まあ、人間のやることですからね。お母さんが失敗しちゃったっていうことで悲しい気持ちになっていると、その悲しい気持ちがせっかく花丸行動をやった、望ましい行動をやったお子さんにも伝わってしまいます。次の機会に上手に褒めることができれば、お子さんは褒められた行動をちゃんと学んでいきます。子供を上手に褒めることができたとき、同時にお母さん自身もよくできたねって褒めることが大切なんですね。今回は宮崎大学教育文化学部の辰本慎先生に伺いました。ありがとうございました。
ペアレントトレーニングとは、行動理論、すなわち学習の理論に基づいて、子どもの親に、子どもに望ましい行動を学ばせていく方法、それからお子さんの不適切な行動を望ましい行動に学び直しさせていく方法を身につけさせることによって、さまざまな行動問題、不適応、疾病、社会問題を防止し、あるいは改善していく方法です。ペアトレ、親訓練、親トレーニング、あるいは PT、PMT、BPT と呼ばれることがあります。親業とは違うものです。宮崎県では幼稚園や保育所で幼児版のグループ形式のペアレントトレーニングのプログラムが実践されてきました。さらに何らかの心配のあるお子さんに対して、お子さんのお母さん方に対して個別に10回コースのペアレントトレーニングのコースが行われています。さらに現在では県下で約100名ほどのトレーナーさんを養成しまして、そして最大25名ぐらいの5回コースのペアレントトレーニングのコースを実践しています。